北半夜の美写門杉北半夜の美写門杉付近の空中写真。台風で倒伏する以前の1975年の撮影。赤い円で囲った巨木が北半夜の美写門杉である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北半夜の美写門杉は富山県高岡市戸井出西部金谷の 西保神社境内に生育していた杉の巨木である。杉の独立した大樹で遠くからもよく目立ち、1924年に国の天然記念物に指定された。しかし、1979年に台風の被害にあって倒伏したため、天然記念物指定を解除されている。後に、根幹部を防腐加工し、永久保存するための記念動が1980年に、 建流されている。西保神社は、上福寺という寺院の跡地に鎮座している。上福寺は、新言州に属して、東保護を上福寺と称し、七動画欄を備えた北陸地方有数の大寺院であったと伝わる。美写門杉は、上福寺美写門堂の跡地に生育していたため、この名で呼ばれるようになった。西保神社境内にあるあた御社の西南側にそびえ立ち、 独立した大樹のため遠くからもよく目立っていた。かつて小川が氾濫したために木の根元が埋まっていたので、真の根幹境界部は地下1メートル以上の地点に存在していた。北半野の美写門杉は杉の巨木中有数のものとして、1924年12月9日、史跡名称天然記念物保存法に基づいて、国の天然記念物に指定された。 名称に関された北ハンニアはかつての存命であった。指定当時の樹齢は1300年と推定され、樹高は28.5メートル、幹周は地上1.8メートルのところで11メートルあり、地上から2.3メートルのところで4つの太い枝に分かれて伸びていた。1981年観光の天然記念物辞典によると、 根元の周囲約11.50メートル、目通り間位9.3メートル、太い枝が発出する、地点直下の簡易は約9.80メートルあり、4本の太い枝からは無数の細枝が分かれて伸び、幹には空洞がなく樹形はほぼ三角形を呈して、東北側は中央部が突出し、壮大な樹勢を見せていた。 北般若のャモ門杉は1979年9月4日に台風12号の被害を受けて倒伏し、同年9月29日に国の天然記念物の指定は解除された。地元の人々はこの木を忍んで残った根幹部を防腐加工して永久に保存することとし、1980年7月に記念堂を建立した。堂は建立後30年以上経過して、 老朽化が進んだため、地元の自治会は、高岡市の補助を受けて2012年9月末に、改修工事を完了させている。ビシャモン杉跡地近くに位置する北半野郵便局では、1999年1月から、ビシャモン杉跡の石踏み、ビシャモン堂そして立山連峰をデザインした風景印の使用を開始している。 AB 国の天然記念物に指定されていた杉では、静岡県島田市の千万寺の十本杉、熊本県阿蘇市の平野の杉と兵庫県や武市の妙県の大杉などが失われている。北半屋村は、東都並郡に属していた自治体で、1954年1月15日に、西都並郡戸出町、西都並郡大後村、西都並郡瀬戸村と合併して、 西都並郡トイデ町を新設して消滅した。トイデ町は1966年2月10日に高岡市の一部となっている。人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。ABCDEFG 天然記念物時点110ページ。a b 十九天然記念物十九点一例三十一現在環境省。 自然環境局生物多様性センターウェブサイト、2013年7月21日、閲覧。AB みんなの県政1974、八戸山県庁ウェブサイト、2013年7月21日、閲覧。ABC ビシャモン杉と、ビシャモンド高岡障害学習広場高岡市障害、学習センターウェブサイト、2013年7月21日、閲覧。 ABC ビシャモンドー高岡ストリート2013年7月21日閲覧 ABCDEFGH 北半若台より百187号2012年10月1日高岡市役所ウェブサイト2013年7月21日閲覧北半若日本の切手と風景印2013年7月21日閲覧 微車問同意小牧家高岡2013年7月21日閲覧ありがとうございます。